こんにちは、シュウです。今回はですね、クリシュナ使って闘技場やっていきたいなと思います。以前もクリシュナで動画上げたんですけど、その時ね、クリシュナがスキルマじゃなかったんですよ。なんで、あんまいい感じにループできなかったんですよね、火の目覚めが。なんで今回スキルマにしてきました。ということでやっていきましょう。いや、久しぶりにね、スキル上げたんだよね。なんか最近だと、P で上げることがちょっと甘えちゃってさ、多くて、いきなりクリシュナ使おう。1、2、3。これ2ウェイにした方がいいか。 OK。 いやだからほんと久しぶりに上げたんだよスキルを。なんだけどスキル上げってこんなに辛かったっけってぐらい辛かったんですよね。最近甘えてたのかな。で頑張って上げました。333か。だいぶ繋がってるな。オッケー。これでいけんのかな。わあ、いいね、落ち込まれた。やっぱこの目覚めのスキル超強いよね。本当にスキル上げしといてよかった。さっきも言ったんですけど、最近 P でずっと上げてて、ただクリシュナをね、P で上げるとなると、本当に、確か10上げだったから、そこはさすがに P で上げなかったんですけど、お、いいね、いい落ち込む。なんでもうしばらくはスキル上げしたくないなって思っちゃったな。これウルド使っちゃおう。あ、でもあれか、次スキル上げするとしたらあれかな、ミオン降臨ってくるじゃないですか、新降臨で。あれとかね、性能良かったらスキル上げしたいな。あれも降臨だからさ、うん、スキル上げようと思ったら多分10上げ15上げぐらいになるんじゃないかなと思うから。あ、クリシュナ使うの忘れてた。よくあるよね、このループを忘れちゃうみたいな。これ今動画撮ってんのが金曜日なんですよ。金曜日の朝6時ぐらいなんで、その時にはまだミオンの性能が出てないんだよね。もしかしたらこの動画が上がってる頃にはミオンの性能が出てるかもしれないんですけど、まあそこはちょっとわかんないんだけど、性能が良かったらスキル上げしたいんですよね、あれ。4、3組目のかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、あー、よいしょ、よいしょ、よいしょ。うん、いいっすね。落ち込むもいい感じ。これちょっと不安なのが、カーリー戦、発狂ラインいけんのかなっていう不安があるんだけど、どうなんでしょう。一応、アンタレスの神キラーが頑張ってくれんじゃないかなと思ったんだけど、いけんのかな。これもなかなかいいよね、真田。この泥鏡が本当にいいから、そこで泥鏡、カーリー戦で泥鏡使えば割といい感じにいけんのかな。 OK OK、 リーダーにさえ来なければいいよ。目覚め使って1、2、3、1、2、3、3、3、4か。3、3、4。よくねクリシュナの筋肉マンと比べられるじゃないですか。で、どうなんだろうね。たまにね、私、P も集めたりするんだよ、闘技場で。でも、その時は、筋肉マン使ってるね。その時はっていうか、さっきね、クリシュナが完成したばっかで、クリシュナスキルマンじゃないとあんまり使う気が起きないじゃないですか。なんで、そういう理由で、クリシュナじゃなくて、筋肉マン使ってたんだけど、こう、スキルマンにしたらどうなんだろう。もしかしたら、おー、あ、いいね、火作ってくれた。筋肉マンよりこっちの方いいのかな。ちょっと今回使ってみてですね。 OK。 あー、回復、いやー、いいか。これで火力がどれぐらい出てんだろう。まだ一回も見てないや。ベジットが300万ぐらいか。うん、このパーティーだとね、どうなんだろう、レッツの方いいのかな。2ウェイがね、ベジットしかいないから。 OK、 うまい、闇偶然落としで。ただ、ここまで使ってみてめっちゃスムーズだね。今んとこ火力が足りないって思うとこもほとんどないし、かなりスムーズに来てます。オッケー、あー、でもここそうか。ここ筋肉マンなら、あれなんですよ。全部火でも筋肉マンの副属性が光なんですよね。なんで割と簡単に全部火でも抜けるんだけど、
リッシュのあの副属性が火だから、ここを火だと結構耐久しないとダメなのかな。そう考えるとここの面ではあれだね、筋肉マンの方がいいかなと思う。あんま筋肉マンばっかりと比べてもなんかあれかなと思うんだけど、どうしても比べちゃうよね。これでいけるかな。あーいいね、全然余裕ですね。あぶねえ、アンタレス貴族性入ってたのか。でもいけますね。でここ発狂怖いからちょっと一回色呼び寄せようか。初めてだな、色呼び寄せるみたいの今回。本当にスムーズに来てたから、よし。オッケー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 。よいしょよいしょよいしょ。あー回復組みたい。こうか。あー木組みなかった。まあ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 、この落ちやすいのあるおかげでさ、すでにあの倍率が決めれるんだよね。火の2分茶で2コンボ以上。あーこれいけるね。火2セットしかないけど、この子結構柔らかいですからね。ほっ。でさ、さっきボックス見てたんですよ、自分のボックス。そしたら、シェダルってやついた。みんなわかんないでしょ。シェザルじゃなくて、シェダル。すごい、初めて名前聞いてさ、名前聞いてっていうか自分でボックス見てみたんだけど。でも意外とさ、名前知らないやつ多いんだよね。このシェダルってやつは、あのマシンアテナに出てくるやつなんだけど。やべ、火消しちゃった。うわーいい量めっちゃ来た。完璧だね、やっぱ目覚めが強い。そう、マシンアテナの道中で出てくるすごい先制ダメージがでかいやつなんですけど、結構名前が知らない子あのマシンのやつ多くて、その他にもねツイーってやつもいたんですよ。みんなわかんないでしょ、ツイーってやつ。あとね、ケーみたいのもいた。ヒーだっけな、ケイみたいな。なんであんまりね、最近のパズドラはちょっとモンスターが多すぎて全部は把握できてないなと思ったな。私結構さ、モンスター覚えてるなと思ってたんだけど、意外とやっぱ知らないことって多いよね。オッケー。ちょっと 2way 入れられなかったんですけど。いや、ほんといいね。強いな。やっぱスキルマンにしてみて本当にやっと強さ、やっとってわけでもないですけど、わかるよね、強さが。あー、ここちょっと怖いな。33でいけるか、でも。33でいけますね。これで負けたらしょうがない。よし。よし。お、いいね。回復も偶然落としになってた。うわー、落ち込むいい。で、目覚めを使っていない。ほんと忘れちゃうね、こういうループ系って。あー、今気づいたけど、HP 5万8000もあんのか。まあメイメイが一番楽だったけど、まあパール出るよりは全然いいでしょう。OK。この目覚めさ、昔だとあの火を目覚め系同じ色を2個作んなかったよね。本当に目覚めだけだったけど、この目覚めで2個作ってくれるのがでかいっすね。どうしよう。多分倒せないよね。で、割、スキルも全然使わないもんね。クリシュナだけでほとんどここまで来てるから。どうしようかな。結構割合は食らいたくない。まあ、いっか。ここで火2コンボあるし、やってみよう。まあ、倒せなかったら倒せなかったで、ウルドを使ってなんとかなるでしょう。あわよくば火の落ち込んが。あ、惜しいな。まあ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 。ここね、筋肉マンだと悪魔キラー持ってるんで割と簡単にいけるんだけど。まあ、それはキラーの強さか。筋肉マンだって、ああ、でもそれも含めて筋肉マンの強さか。指奪いが切れてから突破しようかな。うまい。火温存して盤面最大近く組んでる。うわ、落ち込ん。ああ今落ち込ん来てれば完璧だったな。
4、あーいいね、44組める。いやーどうしよう、44組めんのか、44組もう。落としで OK、 結構落としてる、毒消したんです。うわ、ダメージでかっ。そうか、割合だもんね、毒ってめちゃめちゃ食らった。でもこれで倒せるはず。うわーギリギリか。どうしよう、これ2ウェイでいけないかな、こんな感じで。これでダメかな、ダメならウルド使おう。よっしゃ。あ、ベジット打とうか。ウルドはな、ベルゼブブ来たら使いたいから、正直あんま使いたくなかったんですよね。だけどここで、あーこれ火落としたい。で、毒は消さないでおこう。多分ここで消すとやばいと思うから。OK。で、次で処理しちゃおう。あーで、クリシュナまた使うの忘れてた。あ、でもいいか。次でクリシュナ使おう。あれ、よいしょ。よし、完璧。で、回復したいから、クリシュナ使うと、あ、でも回復、消えることないか。4つあるし、多分残るということを信じてクリシュナ使います。いやー、危ね危ね危ね。次、リファイブ来たらやばいんで、回復はしときたいんで、よいしょ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 。OK、完璧だな。で、次は、33組めんのか。ちょっとね、あれが怖いな。削りすぎて、大ダメが。なんで、一回色呼び寄せましょうか。お、いいね。光も落としで。あー、今火消してたか。もったいね。ただ次33あるから OK ですね。いやーここどうしよう。次ヘラ来たら負けるな。今回復消されたのがちょっと辛かった。どうしようかな。ヘラ捨てたくはない。ここで倒せるには倒せるんだけど、ヘラを考えるとね、しょうがないな。ここを火つなげよう。つなげて倍率出さないようにして。オッケー。あぶねー。オッケー。でここ回復全力かな。火落として、いや火消したくない。こうかな。あー。いや、これはしょうがないな。セーフ。多分でかいダメージ来ても耐えられたと思うんですよね。耐えられたと思うんですよ。言えてない。削りすぎてくるやつ。なんだっけ、名前。オッケー。ただ完璧だね。HP も満タンで、ベルゼブブ来てもオッケー。よし。おー、いいっすか。ここちょっと全力でいきたいな。目覚め使って、火貯めましょう。この子ね、ちょっと硬そうなんで、できたら最大倍率で倒したい。火は消さない。オッケー。マッチにもなってないね。お、123、123、123。334か。よし。完璧だ。余裕でしょう。で、ボスは、ウルドからの、うわ、すげえ。うわ、めっちゃ目覚めてんね。ウルドからの、名前なんだっけ、真田幸村。使って余裕のワンパンいけんのかな。いや、ワンパンはきついのか。ただ、ウルドの陣次第だとね、火の3分割できないからどうしよう。
この盤面結構いいよね。真田水を火に変えるんですよ。いやでもウルドからの真田かな。ちょっと回復多めを願いたい。回復多め。ああ、いいんじゃない?で、これ使って、列で組むのが一番いいんじゃないかな。お、めっちゃいい場面じゃん、本当に。これでどれぐらい削る?うわー、すごい!おぉ、ワンパイ剣だ。でも今回ちょっと運良すぎたね。3列組めてさらに落ち込む乗るっていう。うん、非常に使いやすいね。全然、なんかやっぱ筋肉マンと比べちゃうんですけど、まあどっちでもいいかなって正直思う。別に筋肉マンじゃなくてもクリシュナでもそれぞれ違った良さがあるし、やっぱクリシュナのスキルが強いよね。目覚めでほんとループできて、しかも2個生成できるから、うん、スキルマンにしといてよかったですね。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わります。バイバーイ。